すだちでキュン、すだキュンアフタートークです。公開収録終わって初の収録でした、はい、まひちゃん公開収録どうだった？いやもう本当にあの、うん、ラジオの、ね、中でもお話ししたんですけど、うん、あのもう去年と違って、うん、もう大晴天。大あ確かにまあでも良かった、天気は良かった。予想よりも晴れすぎとって、うん、逆になんかちょっと気まずくなったもん。何で何でだって思っとった自分がちょっとバカバカしくなった。そっかそっか、そっちに気まずくなった。本当にあの広島から向かってる最中、うん、岡山ぐらいからめっちゃ晴れてきて、うんうん、あこれはいけるわ、よかった、確信しました。日頃の行いかな、はい、よかったね。雨女って言われなくて、よかったね。そして今回あの公開収録で新たなアクスタもプレゼントしました、はい、ちょっと見せて、発表されたね、はい、こっちが私の持ってる方が今までの第1弾のアクスタで、そしてまひなちゃんが持っているのが第2弾のアクスタです。等身大みたいな、そう、間違いがあって可愛いよね、うん、だね。でこちらをなんと、はい、プレゼントしたんだよね、はい、で今後あのラジオを聴きの皆さんにもプレゼントする予定ですので、また応募してください。そして公開収録にね、はい、足を運んでいただいてありがとうございました。じゃあもひちゃん、はい、いつものポーズで締めましょう。せーの、すだちでキュン。